はい、お疲れ様です。K のタイヤを新しいのに交換しますが、かなり限界ですね。ワイヤーも出てる。危ない。でですよ、エアを入れてビードを上げますが、この隙間が大きいとなかなかこうビード上げるの苦労するんですよね。こう片っぽビードはまればいいんですけど、こんなに隙間があります。ビードバズーカーとかそういうなんだあのエアタンクにエア溜めて一気にシュッと、ここからエアを送るそういう道具あるんですけど、もううちでは持ってないんで、こういう原始的なラバーリング、これをつけて、こっちがいいかな。この状態でエア入れます。虫は外しときます。はい、上がりましたね。
片っぽ入ってしまえば楽ですね。ちょっと虫つけていいでしょうか。こう押し付けて、はい、タイヤは OK。次は、アトラス F23 かな。結構最終の方かな。平成18年式なので、F23 の、最後の方のやつですね。これのオイル交換やっていきます。オイルエレメントも交換するんですが、オイルエレメント、これどこについてんだ。オイルパンのドレンはここですね。またやらしい位置で。このメンバーが汚れる仕様ですね。オイルエレメントは、この、ああ、そこか。このでかいアンダーカバー外さないとできないっていう。めんどくさい仕様ですね。ボルトは硬い。ボルトめっちゃ錆びてるし、何度も外す場所なんだからかじり防止塗っとけよな。はい、これならメンバー汚れない。さっきはちょっと愚痴っちゃいましたが、ああいうしょっちゅう外すところにはこういうかじり防止のグリスとか塗っといてください。お願いします。はい、じゃあ今日はこんなところで、お疲れ様でした。